hello this is hiroshi hayashi hamamatsuri japan today's story is a very important story for the japanese people one is yonaguni jima is a sort of a man developed island and amaterasu uh, maybe uh, almighty one of the seven gods of uh, zoroastrianism in japanese 今日は皆さんにとても重要な話をします。一つは与那国島がですね、人口増生等であったという新たな証拠が出てきたということ、そしてもう一つはですね、アマテラスが、えー、ゾラスター教の7 0身神の一人のあーアールマ,イマーティのであった可能性が非常に高くなったという話をいたします。うん、えー、門角家さんという方からあこのようなメールをいただきました。で、まあ、沖縄県ではですね、今でもあの魅力 信仰が盛んでであるとでまあ、ミルク踊りというのは、いわゆるミルク菩薩をた叩いてまあの踊る踊りであるとというようなことをあの教えていただきました。でその証拠の人つとして、まあ帽子ですよね、フリギア帽ですね。あのミ,ミトラ協定といえばフリギア。フリギアというのはもともとはあの中部トルコの古名でしたね、古い名前でした。でそこからミトラ協が生まれて、まあ,あのフリギア帽というのが、まあ、 かって,るって言いる言ますかねミトラもあのフリギア帽をかぶっ,っています。で、まあ、あのこの沖縄のあお祭りを見ますとですね、確かにあのフ,リギアフリギア帽をかぶっているんです。これがあの今、フリギア、これはアーティストですけども、像ですけどね、フリギア帽ですね。で、これはもうフリギア帽色,が色はこの赤いのついてますが、まあ、これはあの珍しいと思います。でも色のついたのを探してみました。で、沖縄ではあこうした、まあ、 帽子のようなものをかぶってお祭りをするということです。 まあ、あの沖縄の、えー、踊りを見ていただきましたけれども、えー、門下家,家さんはですねさらに重要なことを教えてくださいました「えー、アール・マティ」の「マティ」は多分祭りの語源ともありますが元そのもとは宮古島でマ「マティーダ」「太陽神のことを指しますと「運は母」と。 同義らしく太陽神でもこのような、まあ、あの記号を使って表すようですと。馬は天とという字を当てますとまさにアマテラスとなるというわけですね。なちウンマンティータというのはアマテラスということになると。いわゆるスプンター・アールマティとの関係のヒントにもなるのではないかということなんですね。このアルマティというのは言うまでもなくゾラスター教の七全神の一人です。 でスタンプはアール・マティのことを調べてみますと、ゾラスター教における、まあ、7, 7人の前身がいるんですけどねあ、その中の1人であると。で、神聖のある、まあ、神というか、ね、女神であり、またあの、第一の守護神ともされると。で、まあ、あのアナヒータというのがあのもう1人出てくるんですけども、その,そのためにあ退いて女性の特目を感化するようになると。 アル,マアルマティはととされるとそういうことなんですねでこれがあのゾラスタヌ教の7全身神のリストですけどもスタンプアルマティは4番目にあの赤い字で書いておきましたけどもいますそうしますと、まあ、もう一回整理してますと「ウンマティ」「マティだ」というのは神太陽神太陽の神という意味になるとそして「運」は「マダー」を意味すると てハーっていう字ですね。で、馬っていうのは、ヘブン、天国を言うわけですね。そして、えー、それゆえにですね、テイダーっていうのは、太陽を表すと。で、馬テイダーっていうのは、アマテラスのことを言うんだと。馬テイダー、アマテラスってことになるわけですね。馬テイダーアラスア、アマテラス。で、アマテラスっていうのは、スペンター、アルマイティから来てるんだと。 まあそういうふうにあの教えてくださいました。非常にあの筋が通ってますね。で、スペンタ・ーアルマーティはチ、すなわちゾラスターの神である。ということは、ゾラスター以降、まあ、それからミトラ教が生まれ、まあ、ミトラ教とともに日本の方にやってきたというふうに考えられるわけです。もちろんあの、えー、でまたさらに面白いことにですね、もちろんというか、そのルートなんですけども、えー、どういうルートできたかというと、まああの これはもう沖縄県の方では常識なんですけども、ベトナムの方から、いわゆるインドシナ半島の方からやってきたというんですね。このことはですね、与那国島の謎を解く一つの重要な鍵になるわけです。というのは以前から、あのなぜ与那国島かということで、あのプレハビアから120度ラインで上がってきたところに与那国島があると。しかもこの与那国島は人工島であるということを私は証明いたしました。でそれをその裏付けと資料となるわけです。 でここにありますね、もう一度繰り返しますと、ミルクシン、ミルクの電波をですね、与那国島まで広まった後、今度は与那国島から沖縄本島の南部沿岸に電波し,したと。ということはですね、ミルク日はですねあの、いわゆる中国の方から来たのではなくて、東南アジアの方から上がってきたというわけですね、そしてこうして与那国を通って沖縄へやってきたというわけです。このルートに皆さん注目してください。 これは以前私が与那国島へのルートを発見したときの裏付けになる重要な証拠となります。それではどうか次のビデオをご覧ください。Thank you very much.